今日午前11時50分ごろ、小山町須走りの県道富士あざみラインで大型観光バスが事故を起こしたと運転手から通報がありました。はい、バスには乗員乗客合わせて36人が乗っていて、このうち70代の女性1人が死亡、女性6人が大けが、28人が軽傷を負いました。警察はバスを運転していた埼玉県飯能市の運転手野口祐太容疑者26歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。捜査関係者によりますと、野口容疑者は警察の調べに対し容疑を認めていて、ブレーキが効かなくなったといった内容の供述をしているということで、ブレーキの使いすぎによるフェード現象が起きた可能性もあるとみられます。専門家にこのフェード現象について聞きました。急になることはないと思うんですね。徐々にちょっとブレーキが効きにくいなとか、あれちょっと踏んでもなかなか止まりにくいなっていう感じになってきますので、一般の乗用車、軽自動車みたいなところも、はい、同じことが言えるんですか？そうですね、これは大型車に限ったことではなくて、一般の乗用車でも起こりうる現象です。バスを運行していた会社は埼玉県の美杉観光バスで、埼玉県内から富士山や駿河湾などを巡るバスツアー中でした。現場の県道富士あざみラインは小山町から富士山の須走5合目につながる道路で、馬返しバス停近くのカーブで横転したとみられます。